地区で恐れられている人食いワニ、通称ギュスターブ。体長は推定6メートル以上、体重に至っては1トン近いと言われています。そして何よりも人間の被害者が300人以上いると言われる最悪のワニです。わしの刀で。何、嘘じゃろ。ギュスターブの体は鋼鉄のように鉄壁、その硬さは銃弾を跳ね返したと記録に残っています。川の中はワニの方が有利じゃ。それなら地上まで逃げるんじゃ。なんじゃと。ワニは水中では時速 30km 以上です。とてもじゃないけど逃げれません。寝てる寝てる。え、なに、寝ていたはずじゃろ。ワニは片目を開けて眠る特性があるみたいです。凶悪な口を塞ぐ。よし、捕らえた。ワニは口を閉じる力は強いけど口を開く力は弱い。人の片手の握力で十分だということも言われています。